壊れたビデオカメラのデータ復旧に成功した事例をご紹介します。 JVC エブリオ GZ HD5 ビデオカメラのデータ復旧依頼を神奈川県藤沢市のお客様からいただきました。気がついた時にはビデオカメラが故障し電源が入らなくなっていました。バックアップしていなかったのでビデオカメラ本体に入っているデータを取り出したいです。故障して電源が入らない JVC エブリオ GZ HD5 ビデオカメラの本体ハードディスクからデータ取り出しに成功しました。ビデオカメラが壊れて電源が入らない、そんな状態の JVC エブリオ GZ HD5 のデータ復旧に成功した事例となります。ご依頼をいただくまでの経緯です。 JVC エブリオ GZ HD5 ビデオカメラの電源が入りません。いつの間にか故障して電源が入らない状態になっていました。特別なことは何もしていません。例えば水に濡らしてしまったり落下させた衝撃で故障したわけでもありません。購入してから10年以上となりますので、そろそろ寿命だったのかもしれません。 SD カードは使わずにビデオカメラ本体にすべて撮影していました。何年分もの大切な動画が入っています。今までずっとバックアップしていなかったので電源が入らないと非常に困ります。データだけはどうにか取り出したいです。電源が入らない JVC エブリオビデオカメラのデータを復旧するにはどうしたらいいか検索しているときにこちらのサイトを見かけました。ビデオカメラのデータ復旧料金が思っていたよりも安かったです。念のため電話で確認したところ料金は表示されているままで行ってくれるそうです。また JVC エブリオ GZ HD5 ビデオカメラの電源が入らない状態であればほぼ確実にデータ復旧できるでしょうと回答がありました。そこでお願いすることにしました。ビデオカメラがいつの間にか故障し電源が入らなくなっていた。ビデオカメラ本体に入っているデータを復旧したい。これはよくいただくご相談の一つです。データ復旧のご相談をいただく中でビデオカメラが故障したというケースは非常によくあります。その中でも電源が入らない状態からデータを取り出したいというご相談は特に多いです。ビデオカメラの電源が入らないと当然何も操作できなくなります。そのためビデオカメラ本体に記録していたデータを通常は取り出すことができなくなってしまいます。例えばパソコンに接続してもビデオカメラの電源が入らなければパソコンにデータをコピーすることができません。ビデオカメラで撮影する際に SD カードを使うこともできますが、多くの場合はビデオカメラ本体に記録すると思います。 SD カードに撮影した場合ビデオカメラ本体が壊れても SD カードをパソコンにセットすれば中に入っているデータをパソコンにコピーすることができます。ビデオカメラ本体に撮影していた場合ビデオカメラ本体が壊れてしまうと中に入っているデータにアクセスすることができません。
それならば SD カードに撮影した方が良いかというと、必ずしもそういうわけではありません。 SD カード自体がいきなり壊れてしまうこともあるためです。ですので、あらゆる機器は急に壊れてしまうことがあると考えておくのが無難と言えると思います。今回ご相談いただいたビデオカメラは JVC エブリオ GZ-HD5 です。2008年2月発売、 60GB の内蔵ハードディスクを搭載したモデルとなります。こちらの機種であれば電源が入らなくても問題なくデータを復旧することができます。落下させたり水没させたわけではなく、いつの間にか壊れていた自然故障であるため、ほぼ間違いなくデータ復旧できる状況と考えられます。すぐに該当のビデオカメラ JVC エブリオ GZ-HD5 を弊社まで U パックにてお送りいただきました。到着したらまずは現状を確認します。確かにあらかじめ伺っていた通り電源が入りません。続いてデータ復旧できるか無料初期診断に着手します。細かい作業も多いのですが、熟練した技術者が丁寧に確実に処理を進めていきます。結果として必要な動画データ14時間 100% のデータ復旧に成功しました。 JVC エブリオ GZ-HD5 ビデオカメラのデータは復旧できます。故障して電源が入らない状態であれば、ほぼ確実にデータ復旧可能です。また液晶画面が映らない、画面が真っ白になっている、タッチパネルが反応しない、画面にエラーが表示されているなど、さまざまな状態からデータを取り戻すことができます。水没故障や落下故障であっても問題ありません。ビデオカメラのデータ復帰をお考えでしたら、まずは無料相談をお試しください。電源が入らない JVC エブリオ GZ-HD5 ビデオカメラのデータ復旧に成功しました。気がついた時にはビデオカメラの電源が入らなくなっていた状態でしたが、ビデオカメラ本体ハードディスクのデータを 100% 取り出すことができました。取り直しのできない大事な動画が14時間以上ありましたので、データ復旧に成功して本当に良かったです。 JVC エブリオビデオカメラのデータは復旧できます。法人様からも個人様からもご依頼いただいています。 YouTuber の方からのご依頼も増えています。ビデオカメラのデータ復旧でお困りでしたら、まずはご相談ください。ご相談は完全無料で受付しています。ご相談をいただいたからといって、しつこいセールスは一切ありませんので、ご安心いただければと思います。ご相談、お問い合わせは、お電話でも、メールでも、LINE でも行うことができます。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。